じゃあまずは1周のウォームアップを終えまして、ここからは隊列を組んでいきます。ローリングラップへと入っていきました。フロントローの百瀬、中井春人を先頭に15台隊列を整えていきます。じゃあこの後隊列が整った後、ホームストレート上イエローラインまではローリングスピードはキープ。すでにバックストレートでは15台隊列が整ってきました。このままのスピードをキープしながらホームストレートイエローラインまで戻ってきます。さあシグナルブラックアウトで予選ヒートスタートを迎えていくこのローリングスタート。さあ今2列隊列が白線誘導ラインに収まってブラックアウト、スタートが切られていく。さあポールシッター百瀬が遅れたか、アウト側中井春人が1コーナーホールショットを取っていく。百瀬翔は2番手にドロップ、3番手大三川、まずは前に出てきました中井春人。しかしすぐさま5コーナーで百瀬が飛び込んでいく。さあブレーキング勝負、その隙をついて大三川が綺麗にラインを取って前に出てきました。さあ先頭集団トップ争いが早くもオープニングラップで変わっていきます。さあ今度はタコツボの折り返し、百瀬が果敢に飛び込んでいくがクロスラインを使って大三川が再び前。大三川、百瀬、そして中井春人と、まあ、果敢に百瀬が前に出ていこうとオープニングラップ全コーナーでインに飛び込んでいく。さあこれでなんとか最終コーナーを立ち上がってポールシッター百瀬がオープニングラップリーダーで帰ってきました。スタートこそ若干出遅れたもののすぐさまオープニングラップでトップに立ってきます。この心と強さ、ハートの強さが昨年のシリーズタイトルを勝ち取ったディフェンディングチャンピオンの強み。さあそして今度はタコツボの折り返しで2番手争い、中井春人のインサイド、大三川が飛び込んでいく。大三川がこれで2番手、中井、そしてその後ろ長谷部が今度は11コーナー。さあ中井春人がこのラップは2ポジション落としています。それでも前のマシンとはぴったりとくっつきながらの先頭集団。さあ1台ゼッケン44番の上田が遅れておりますが、その上田を除く14台がまだまだ1列トレインを組んでいく。さあそんな中前に出てきましたラップリーダーの百瀬、さらには大三川といったあたりが集団から抜け出ていこうと引き離してきたでしょうか。さあ今度は3番手争いが始まっている。さあその隙をついて箕浦涼輝が中井春人をかわしていきます。さあついにその中井春人の後ろゼッケン15番の弟優斗も近づいてきたか。さあお兄ちゃんに近づいてきました優斗。これで現在3周終了で4周目と入っていきます。残り周回数5周。さあそのレース中盤へと向かっていくところ、トップ百瀬がファーストストラップへと入ってきまして後ろを引き離してきました。2番手大三川とのタイムギャップがコンマ6秒差、2番手3番手とのギャップは1秒差。さあ5コーナーでクラッシュか、伊藤セナです。伊藤セナとゼッケン24番小林玲でしょうか。さあ伊藤セナがここでストップ、マシンを降りました。4周目のアクシデント、これで伊藤セナは9番手からストップということになってしまいます。
とっとっとっと、ボコーナーではゼッケン18番の長石が目の前、中井春人を5コーナーのブレイキングインに飛び込んでいきましたが、止まりきれずにオーバーラン。さあしかし再びまた春人のテールに張り付いた。バックストレートスリップを使いながらというような、現在ここは5番手争い。残り3周へと入っていくあたりで、先頭集団から少しずつ間隔が空いていきました。トップ百瀬、2番手大三川とのタイムギャップは今晩7秒、2番手3番手は1秒5、そして箕浦涼樹が4番手、ここは目の前3番手長谷部とのタイムギャップが今晩8秒差と、それぞれ間隔が空く中、5番手争いがパックになっています。さあ再び5コーナーの勝負、ここで長石がついに春人を捉えたか。5コーナーで前に出ていく、しかし春人もここはタコツボで折り返し、インに飛び込んでいった。ラインを交錯させながらクロスライン、長石が前。その戦いを後ろから弟がじっくりと眺めていきます。その弟中井優斗の後ろは沢村奈と秋江田陸、金子一宮も、まあ、ここもパックになっているか。レースはこれで6周終了、7周目。ここまでのファーストストラップはこの前のラップにマークした百瀬翔が52秒977と、唯一の52秒台のラップタイムをマークしてのファーストストラップ。さあタコツボの折り返しのあたりですが、ゼッケン15番の中井優斗のインサイド、ここでゼッケン23番酒井亮が前に出てきました。さあしかし酒井のインサイド、沢村もねじ込んでいけるか。11コーナーグリーンワイドに広がろうかというようなあたりでしたが、沢村は後ろに下がった。さあ今これで百瀬翔を先頭にラストラップ、ファイナルラップへと入っていきます。さあこのファイナルラップに向かって、3番手長谷部がファーストストラップを更新してきました。さあ目の前の大三川に一気に近づいてきました。2番手争いが行われていくのか、ファイナルラップ。長谷部勇気が52秒790とこの予選ファーストストラップへと入ってきます。トップは百瀬、バックストレート、その後ろ2番手争いは大三川がブロックラインを通っていく。3番手の長谷部がさあ最終セクション狭いところで、ここはちょっと入りきれなかったか。まずは百瀬からのトップチェッカー、2番手大三川、3番手長谷部、4番手には箕浦、5番手争いはなんとかファイナルラップ逆転いたしました。5番手中井春人、長石一馬が6番手、中井優斗は7番手、沢村奈と酒井亮、秋枝陸と、トップ10チェッカーを迎えていきます。